はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の刺繍シリーズ第12弾をお送りします。で、またね、受験問題実際取り上げております。で、今回は8問ありまして、ちょっと見にくいんですけど、5番がグラフを書く問題です。で、グラフ書く問題、実際の回答用紙がこれと同じです。6とマイナス6まであるやつで、いちいち書くのめんどくさいと思うので、みんなが持ってるワークとかによくあるのがこの6からマイナス6のものだと思います。教科書とかもそうなんですけど、なのでそれを探してもらって、そことかにやってもらったりとか、あとは、通る点だけね、確認してもらえたらと思いますので、まあ、そんな感じでやってみてください。じゃあ一度やってもらって、まあ、わかんないのがあったりとか不安なのがあれば、今からね、自分が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ画面下げますのでお待ちください。いくよ、よいしょ。は、あれ、この辺かな。よし、じゃあ外していきましょう。で、まあ参考記録ですけど、自分がやったら4分8秒ぐらいでした。まあもうちょっとね、使っていいと思いますけど、実際は。よし、じゃあ行きましょう。で、今回、まあ、8問ドキでだけなんですけど、結構1番、2番とかね、最初から少し難しめですよね。他の都道府県よりは。このね、都道府県の問題は。例えば、指数が今回2つあります。で、指数を先に計算しなきゃいけないので、まずここ。カッコ、マイナス4の2乗です。で、大事なのは、2乗がカッコの外にあるときは、これ、マイナス4。カッコそのまんま2個分かけてねって意味になる。つまり、これ16ね。ここは。で、こっちです。まあ、ここまでくっつけてもいいけどね。ここまでくっつけてもいいんですけど、カッコがないときは、これ2乗は3が2個あるって意味になります。つまり、3が2つあって、あ、マイナスもあるんですね、みたいな感じ。つまり、こっちはマイナス9なんです。だから一回書き直すと、5×、で、16ですよね。で、ここの部分がマイナス左残額で、こうなる。計算し直すと。で、掛け算と引き算が残ってると。で、掛け算先にやるのがルールなので、5×16 すると、80。で、80-9 だから、答えは71ですよと。まあ、指数のね、ルールをちゃんと入れてれば、いい問題だと思います。個人的にも。まあ、引っ掛けやすいですね、これは。で、やっぱり次も王道です。分数の中ではよく出てくる。この分数、引く分数とか、まあ、分数足す分数とかもありますけど、ほぼほぼ引き算できます。こっちの方が引っ掛かりやすいんで。で、まず、これは通分です。下がね、分母が3と4になってるから、12に通分します。で、本当はね、ちゃんと書いた方がいいんですけど、ちょっと板書の関係で一気にいきますね。これやると、あ、一回じゃこっちに書こうか。待って。一回ね、ワンクッションかけるんだったら、もうちょっと細かく書きます。両方12通分するので、左側こっちね。これは12にすると4をかける必要があるから、もちろん上にも4かけます。ちゃんと書くなら、4×5x-3y となります。全然足んなかったね。こんな感じ。で、引く12分の、こっちは3をかける必要があるので、同じように書くんだったら、ちょ、ちっちゃくてごめんね。こんな感じになる。で、それをつなげる必要があるから、まず、ここ、4を配ります。だから、20x-12y となります。これは4をこことここに配っただけです。で、なんで引き算で持ってくるかっていうと、これは、こっち配るとき、ここね、くっつけてください。つまり、-3をこことここに配るんです。いい？だから、-3を3に配るんで、-9x。マイナス3を配るんで、プラス 21y とこうなります。で、これをこの部分意識しないでやってしまうと、マイナスがあるでしょ。マイナス9まで持っていけるんです。でも、後ろに配り忘れるんで、ここがマイナス21になってミスるっていう。よくね、よく出てくる引っ掛け問題です。間違ったね。で、
あとは分子、上の部分を計算すればいいので 20x とマイナス 9x で 11x、 マイナス12とプラス21なんでプラス 9y、 これ約分ができないのでこれで終了となります。で、もちろん12分の 11x プラス12分の 9y、 まあそれ約分必要だね、4分の 3y になりますけど、そう書いても OK です。で、ちなみにこの状態でこことここだけ約分するのは NG です。間違ってここ3で約分して4分の 11x プラス 3y って書くと、これは×になります。よく自分が同時約分っていう言葉を使うんですけど、この状態だったらこことこことここの3箇所を全部同時に約分しないと NG なんです。もしここが 6x とかだったら全部3で割れますよね。そしたら全部3で割らないと×なんです。今度これ同時約分は俺が勝手に言ってるんでね、学校とかで言っちゃダメだよ。え、何それってなるからね、っていう感じ。じゃあ3番いきましょう。で、ルートですね。で、ルートはまずこの部分、まあルート直せるのは直さなきゃいけないので、27は 9×3 です。9が3の2乗だから3が出てきて、3ルート3イコール、こっち行きましょう。これ 25×3 です。25が5後25なんで、こいつ5ルート3になります。先に書いちゃいますね。で、真ん中は分母、下にルートが来てたら有理化をしなきゃいけないですね。まあこっち別で書きましょうか。ルート3分の12。有理化っていうのはここのルートと同じものを上と下にかけること。こうやってやります。で、ルート3かけるルート3。ルート同じものをかけると、つまり2乗と一緒になるので、ルートが消えて、これは3に変わります。そうすると、3と12が約分できます。ルートの外の世界と外の世界の数字なんでね。で、ここが4が残るから、つまり4ルート3になる。有理化するとね。で、こうなります。全部形を変えると。で、ルートの中身が全部揃ってるので、外の3、マイナス4、マイナス5を計算すると、まあ、ここマイナス9なんで、くっつけるとマイナス6か。だから、マイナス6ルート3と。これが答えになります。まあね、ベタ褒めする必要は全然ないんですけど、まあいい問題ですと思います、ここも。ルートの変形と有理化を両方入れてくるというとこですもんね。ただその分若干ね、1番にしては難易度が高いんですけど。で、次行きましょう。ちょっとこれしか書いてないんですけど、x がルート7プラス2、y がルート7マイナス2です。で、その時これ求めろっていう。で、これをね、普通に、じゃ x がルート7プラス2なんで、これの2乗、マイナス、y がルート7、マイナス2なんで、こうやってやってももちろんいいんです。できるんですけど、これね、時間取られるんですよ、このままやってしまうと。時間取られる上に、計算ミスもかなり起こりやすいやり方になってしまうので、基本的には、この形を見て、因数分解できるなら因数分解します。っていうか、ほぼほぼ因数分解できます。受験で出てくる、この代入の問題は。で、これはもう公式だよね。もう教科書に載ってる公式。因数分解すると、こうなります。これね。で、この状態で x と y を入れてください。で、まあ暗算でもいいんですけど、ちょっとちゃんとやりましょうか、ここは。左側の括弧、x がルート7プラス2、y がルート7マイナス2なんで、こうなります。括弧中身ね。で、こっち、右の括弧は、x はルート7プラス2。で、y は、代入するとこうだからね。マイナスの前にくっついて、括弧をつけて代入。なので、まあ、マイナスを配るって考えれば、こうなります。ですよ。ちゃんと入れるとね、まだいけるようでしたね。で、左の括弧考えると、プラス2とマイナス2消えるんで、2ルート7が残ります。で、右の括弧はルート7が消えるんですよ。綺麗にね。で、4が残る。で、ここの間は掛け算隠れてるから、こうなる。つまり、これ計算すると、8ルート7と。これで終了。っていう風になります。
よし、じゃあ右上のね、グラフ行きましょう。で、ちょっともともと書かなくて申し訳ないです。グラフもね、通る点のみ、説明する形で行きます。で、2x プラス、3y プラス6イコール0。このグラフ書けってなってます。で、やっぱり y イコールに形を直さないとグラフ書くの厳しいので、まず丁寧に直しましょう。で、やると、y 以外全部右辺に持っていって、マイナス 2x マイナス6。全部を3で割るから、y イコールマイナス3分の 2x マイナス2となります。まずここまでの変形は絶対ミスっちゃダメだよね。ここ丁寧に変形すると。で、あとは書くだけです。で、書き方なんですけど、まず切片。ここ。これ切片ね。マイナス2。これは y 軸のところを対応するので、ここ。ちょっとね、荒くてごめんね。まず、マイナス2、ここを通ってください。スタート地点を決めます。で、あとは、傾きがマイナス3分の2です。で、自分はこれをね、無理やりこういう風に考えるんですけど、3分のマイナス2って。で、スタート地点から3分のマイナス2。右に3行って、マイナス2なんで2個下がるんです。だから、右に3行って2個下がる、ここ。で、座標値書こうか。右に3行ったから3、2個下がったからマイナス4です。ここね。で、それを通る部分で、あと上下引いてくれれば、グラフを書くことができます。ちょっとね、場所の関係でこれ線引いちゃうと多分見えなくなるなと思って引かなかったんですけど、まあこういう感じでやってみてください。まず切片でスタート地点を決めると。決めたらそっから傾き見て3分のマイナス2だから3行って2下がるんです。もしこれが3分の 4x プラスのね、3分の4だったら3いって4上がるんです。まあ、自分の書き方はいつもこうやってやるんですけど、まあ、こんな感じでやってみてください。で、次6番ですね。で、これを、二次方程式解くのみなんですけど、おそらくね、このやり方覚えてる方ももちろんいると思います。たくさん。いると思うんですけど、一回展開して、6を持ってきてまとめてやるっていう方法もあるんです。あるんですけど、これね、ぜひ、多分ね、これを解けだったら結構ピンとくる方が多い。で、これどう解くかっていうと、俺がよく言うのはね、左辺の2乗を取る代わりに右辺にプラスマイナスルートをつけるっていうのが解き方なんですよ。で、これも全く同じことができます。全く同じことができる。だからどうやるかっていうと、ちょっとごめんね、来なくて。ここ、カッコの、ここに2乗あるんで、2乗を取る。で、まあ、カッコ残しとこうか。本当は取っていいんだけど。2乗を取る代わりに、右辺にプラスマイナスルートをつけるんです。で、これもカッコ必要ないんで、取りますよね、こうやって。で、あとはマイナス2を右辺に持っていけば、x イコール2プラスマイナスルート6で、もうこれで終わりなの。最初に言ったように、2乗を展開して、6を持ってきて、まとめて、解くってもできます。で、おそらくそれ、解の公式使う形になるんですけど、で、やっぱりまとめる時間、解の公式を解く時間っていう、時間を取られちゃう。これだったらすぐ終わりますよね。下手したらみんなもう10秒、20秒で終わるかもしれない。でね、時間短縮できるので、このやり方ね、ぜひね、覚えておいてください。さあ、結構長くなってるよね。申し訳ないけど。で、あと2問なんですが、ちょっとここは青赤で行かせてください。こちら分かりやすいよね。じゃあ7番、行きましょう。箱の中に、箱じゃないや。いいんか、箱の中にその棒が書いてる。あと、1、2、4、8、16、32の棒が入ってると。で、そっから同時に2本取り出すときに、取り出した2本の棒に書かれた数の和、つまり足したものが3の倍数になる確率を求めなさい。で、どの棒の取り出し方も同様に確からしいものとすると。で、この最後の一言よくありますよね。同様に確からしいって。これ気にしなくていいです。何言ってるかっていうと、例えば、1の棒と4の棒の時に、4の方が取り出しやすいっすよ。っていうか、ないよって言ってんの。全部同じ確率で取り出せるよっていう。まあ、当然ですよね。っていうことを言ってるだけなので、あんまり気にしないでください。同様に確からしいはね。で、これに関しては、もう樹形図書いて勝負です。もうね、それだけでいいです。で、
同時に取り出すんで、ポイントとしては、受験図いくよ。1を取り出す。で、自分左の数字いつも丸つける癖があるんで気にしないでください。これ癖なんで。で、組み合わせは1214181816132っていう組み合わせだよね。同時に2本だから11は取り出せないからね、絶対ないんで。で、次です、ポイントは。2の時。これで、ちゃんと24から始めれるかどうか。あとは同じだね。こんな感じで。なぜなら、例えばこの赤が1だとします。これが2だとします。1、2取り出しました。書いてるね、今ね。逆にします。2、1取り出しました。これ、同じことだよね。1、2も2、1も。同じことは書いちゃいけないので、2、1は書いちゃダメです。で、あとは同じように減らしていけばいいね。4の時、4は4、8からスタート。で、こうなって、こうなる。右はもう詰めなくていいか。ここ行こっか。じゃあ、5じゃない。8の時だね。時が16と32。で、16の時にあと32で終わり。っていう感じ。だからよくある樹形図の1本ずつ枝が減っていくパターンです。5本、4本、3本、2本、1本っていうね。で、あとは足したものが3の倍数になってるかを確認していきます。1、2足して3だから3の倍数、5だから違う、9だから OK、17違う、33 OK みたいな感じ。2と4、6だから OK、10違う、18 OK、34違うと。12 OK、20は違うのよ、OK、OK。で、36は、ごめん、間違えたね、今ね。え、36違うよね。3、あ、いいんだよ。ごめん。ちょっとね、落ち着きますわ。36 OK だね。3の倍数だもんね。で、次、24、OK だね。で、40はダメだね。で、48は OK と。さ、間違ってないこと願います。これ、まず、確率なんで、全部の枝の数を数える。つまり、5本、4本、3本、2本、1本だったんで、全部で15本あります、枝が。それが分母になる。15分のっていうね。で、上には今丸がついたもの。1,2,3,4,5,6,7,8,9。だから15分の9。で、確率は約分できるならしないと罰を食らうので、3で約分して、5分の3と。これで終了となります。で、もちろん 0.6 っていう書き出しも OK ですけどね。まあ、基本的に分数でやってください、確率は。小数も OK らしいですけどね。で、ラスト、8番です。で、これはね、ちょろちょろ出てきますよね、受験の時に。で、不意打ちで出されると、解きにくいっていう問題なんですが、これすごく楽なので、やり方、ね、苦手な方は覚えてください。で、まず、問題をもう一回確認します。箱の中に白い玉がいっぱい入ってる。ちょっとイメージしてもらって、いっぱい入ってるんです、白が。で、そこに赤の玉を80個もう一回足します。入れるんです。で、かき混ぜる。で、箱から50個を、まあ、無作為に、まあね、選ばずに、ね、50個取り出してみたと。いっぱいあるからね。でそしたら、赤の玉が9個入ってた。じゃあ、最初に箱の中にたくさん入ってるって書いてあったけど、箱の中に白い玉はだいたい何個入ってんのかなっていうのを考えていきます。で、このタイプの問題、自分がよくやる方法なんですけど、登場人物というか登場するのが2種類あります。今回だったら赤と白です。で、ちょっと表みたいな感じしようか。白と赤が登場ですよね。で、大事なことは、そこに全部っていうのをまず足してあげます。全部。で、まず、取り出す前の状態を考えます。取り出す前ね。で、取り出す前を考えると、結局、白い玉がいくつ入ってたのっていうのを求めたい。だから、最初に、X って置きます。求めたいからね。で、そこに赤を80個入れたわけですよ。だから X に80個入れました。つまり全部で X 足す80になってますよね。今、状態としては。最初の状態です。で、そっから50個を無作為に取り出したって言ってる。で、今度取り出した話をします。で、50個取り出したんで、結局全部で50個取り出しましたって考えて。全部で50個取り出しましたと。そしたら、赤の玉が9個でした。ここが9だったんです。
でも白は書いてないから、ここちょっとわかんないんです。ハテナです。っていう感じで、こうやって情報が揃います。書き出すと。で、何がしたいかっていうと、書き出してみたときに、4つ揃う場所が出てくる。今回は白のここがダメなんで、ここ使えないんですよ。揃ってないんですよ。でも、赤と全部は揃いましたよね、情報が。で、あとはこれ、比にして解くだけです。どうするか。ここ横ね。80対 x プラス80イコール9対50とこうつなげます。で、解く。大変だけどね。で、どう解くかっていうと、中中外外で掛け算すればいいから、比は。中中かけると、9x プラス掛け算だからね。9×82、720イコール外外かけるとこれ4000です。おっきい数ですけど、解きます、頑張って。720こっち持ってきて、9x イコール3280となる。で、答えの、今回選択肢の問題ですけど、およそってついてるから割り切れないわけですよ。なので、3280割る9を筆算でやります。入るかな？そこが不安。3280、ちょっと見にくかったらごめんね。9、9327、58でしょ。96、54、40で、9、4、36、40だから、こうやって4が続くのか。30、やっぱ 364.444 って続いていくと。でも、じゃあ選択肢見たときに、あ、イがおよそ360個じゃんってわかるので、だから、答えはイなんです、これ。いや、一応書いておこうか。x イコール364.4…っていう。こんな感じ。これが、あ、もうちょっとあれだね。下いけるから、答えがわかりやすいように大きくしようか。答えが、あんま変わってね、いいでしたよっていう感じですね。このね、タイプの問題は、個人的にはよく出てくるイメージがあります。特に大問1、この、まあ、自分がよく四種で取り上げるゾーンで、ひょろっと1問出てくる。で、やっぱりここっていうのは、だいたい4点、5点の配点になりますけど、おっきいんですよ。受験の時で4点ってすごく。その4点で難易も変わるからね、受験だったら。だから、今やったように知ってればそんなに難しくないと思うんです。やってることに関しては。だから、ぜひ、取れるようにしてもらえたらと思います。では、今回は高校受験対策の四種シリーズ第12弾をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、このシリーズとか他のシリーズも撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もね、ぜひご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。